海と日本。僕はアンディという小さな船。絵本の主人公なんだけど、実際に瀬戸内海を走っているのさ。船の特徴なんですけど、日本の法律でですね、長さが3メートルでエンジンが2馬力以下の場合は免許がいらない。あのカヤックとかですね、サップと同じグループに入るんですよ。構想2年、江田島の造船会社と塚本さんが開発。本当に自分の子供が生まれた感じですよね。本当に我が子ですね。発表後は注文が殺到。子供でも運転しやすい、小回りが利く、キュートなデザインが人気に。安全を追求したからこそ可愛くなったっていうのがあるんですよ。うちは絶対転覆させたくなかったので、考えられる最大限の横幅を、これが結果としてデザイン的にものすごく可愛くなったんです。安全と可愛さが見事に融合した究極のデザインができたかなっていうふうに思いますね。ハンドル左、そうそうそう、もうちょっと、怖くないよ。塚本さんは小さな船が海を親しむツールになると期待を寄せています。僕はこれを海と子どもたちをつなげるスタートラインにしたいなと。瀬戸内海もですね、観光資源も含めてもっと活性化できるんじゃないかなと、みんなが楽しめる海になるんじゃないかなと、その第一歩ができたんじゃないかなと思います。海と日本。海と日本プロジェクト in 広島。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もお願いですの。